違うね、企画を持ってきましたよ。うわなんだろう、はい、ノーリアクションゲームみたいなの知ってる？あー、わかる。何にももう無表情でみたいな。それで今日は、はい、その中で誰が一番ノーリアクション王者なのかをちょっと決めたいと思いまして。はい、それではノーリアクショントーマネント、ノーリアクショントーナメント行ってみよう。熱々のおしぼりをいつ落とすかわからないノーリアクションやらせていただきたいと思います。どうです、自信の方は？めっちゃある。あれ？めっちゃある。よしよししとけよね。あ、熱々のおしぼりでしょ、うん、余裕でしょ。本当に余裕でしょ、余裕でしょ。ということで勝者こんにちは。あつあつのおしぼりでしょ、うん、余裕でしょ。本当に余裕でしょ、余裕でしょ。これ低周波って言って、うんうん、結構ビリビリで痛いんだけど、うん、マックスビリビリ、マックスでビリビリ、はい、スタート。風船なんですけど、はい、これを2人とも加えてもらってゴムパッチみたいな感じで引っ張って引っ張って離す、そうこうやってで離した方が負けだし、うん、離されてもパチンってきてリアクションしても負けね。あそうだよ。いや頑張るよ。え、こんな2人強そうだもんね。うん、じゃあ負けられない戦いが。それでは決勝戦よーいスタート。両者、あ、ちょっとずつ、ちょっとずつ、嘘、しゃくれてるちょっとしゃくれてるど、なんか、すごいよ。さあ、そろそろいやー、怖い、そろそろやばいよ。そろそろ、あー、そろそろ、あー、そろそろ